今日もお美しいですな。ブロムさん、それは私の槍、なぜここに？あやつが王大王にもらったとか言っておったの。姫は王の娘さんじゃったな。姉様が最後に託した槍を人にあげてしまうなんて。私、長く眠っていたようね。ご気分はいかがですか？もう少し経ったらお茶にいたしましょう。あなたまでついてきてくれて幾分か気持ちが落ち着きます。嫌だと言われてもおそばでお世話させていただきますよ。ミリス、ありがとう。お姫様、プーカの商いでございます。何か必要なものはありませんか？いいですか？せっかくこんなところまでおいでになったのなら、記念にお土産なんていかがです？よそではなかなか見られない珍しい品もございますよ。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか？お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか？ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？以上です。ありがとうございました。
ここにいたのか、グエンドリン。黒い剣士オズワルド、私を手に入れたのは敵の先兵だった男。運命の神は私に苦難を課せられた。俺はもうすぐ立たなければならない。その前に君にこれを渡しておきたかったんだ。さあ手を出して。この指輪は、他に気の利いた贈り物を持っていなくて、ワーグナーという名の竜から手に入れた美しい指輪だ。ティトレルの指輪、受け取ってくれるかい。どうして私にこんな貴重なものを。どうしてだろうな。そうだ、きっと笑顔が見たいんだ、君の喜ぶ顔が。私は戦士、喜びを得るのは戦いに勝利した時だけです。動揺しているわ。彼に惹かれているの？いいえ、あの男は敵です。彼に殺された仲間の兵たちを思えば、いくら優しくされても許せはしない。この気持ちは父の魔法のせい。恋や愛ではない、あるはずがない。いずれ隙を見て仇を討ちます。お父様もそれを望むはず。あなたを捨てた王と祖国に忠誠を尽くす意味はないわ。私はただ父の喜ぶことをしたいだけ。それはさっきの彼のセリフね。あなたが父を慕うように彼はあなたを思っている。それが何だというの。今の私は支配される囚人に過ぎないわ。オズワルド、やはり行くのか。ああ、約束だからな。グエンドリン、待っていてくれるかい。私はもうあなたのもの。待てとご命令ならそのようにいたしましょう。君は物なんかじゃない。そんな扱いは誰にもさせない、絶対に。行ってくる、すぐに戻るさ。この指輪は間違いなくティトレルの指輪。これで結晶炉を動かすことができる。お父様にお届けしなければ。グエンドリー様、急いで王に取り次ぎを。何をする。追放の身だとしてもこの仕打ちは許さんぞ。あなたのお命を奪うようにとの王命が出ているのです。Yeah!
おっとっと、敵じゃない。私はこの国に出入りしている単なる商人に過ぎません。お金さえ払ってくれるなら、お客の素性は詮索しませんよ。